どうも、ドーゾルです。はい、ということで本日もこちらドラゴンクエストビルダーズ2、実況プレイの方やっていきたいと思います。さあ、ということで、新しいモンゾーラ島にね、やってきた我々、ドズル一行なんですけれども、わー、いきなり攻撃してきた。あいつマジで人がオープニング撮ってる時にすごいね。ここほら、いろんなモンスターもいるし、奥にねめっちゃでかい山もあると、言ったところで、とりあえずなんか人が襲われているのでそれを助けに行きたいと思います。ウキャキャウキャキャって言ってるけど、あの猿、あ、ゴリラ、ゴリラだな。沈まれマンドリル、来た、沈まれ人間ども、あ、やばいやばいやばい、おいしょおいしょ、強くねこいつ。ちょっと待って、1体から先にやろう。2人で1体をやろう。まずはちゃんと避けて、いけいけいけ。やっぱね、あの指導が攻撃力高すぎるから、指導に任すときはいいわ。とりあえずオッケー、やり、何もくれなかった。マンドリルを倒した。よし、魔物どもをぶっ倒したな。おい、岩の上に女がいるぞ。さっき叫んでたのはあの女か。なんかあられちゃんみたいなやついるな。へえ、どうしても食べるならそっと優しく噛んでください食べ方を指定している。で、あれ、魔物が消えてる。やった、きっと私の気迫に恐れをなして逃げてったんだっちゃ。てうーわー、あなた誰です、いつからそこに。え、あなたたちが魔物を。これは失礼しました。私チャコと申します。あなたたちは一体。記憶喪失の指導さんに、ビルダー見習いのドズルさん、この島に緑を作る仲間を探しに来た。こいつ仲間になるのかな。あなたはビルダーだなんて大きい声で言わない方がいいです。おかしい人だと思われちゃいますよ。なんでなんで。だけど自称でもビルダーさんがいれば、てん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 、うん、私決めました。やっぱり背に腹は変えられません。この先に畑作りの天才である私の大お前天才なの、畑作りの天才である私の大農園があるんです。どうか私についてきてください。こいつ畑作りの天才なんだ。行きましょう。どう見てもアラルちゃんだけど。さあ、大農園があるって噂ですが、こっち、あれか、あ、なんか燃えてるけど。でも、あ、松明か、あれ、あそこなんか村っぽいですね。行きましょう。はい、連れてけ。ここかな。うわ、すげえすげえすげえ。あ、ちゃんと小麦がなってるよ。でもなんかちょっとすさんだ感じですね。ドズルさん、シドウさん、ようこそ。ここが私の大農園です。大農園っていう割にはちょっと大じゃないけどな。ん？そんなものどこにある？農園っていうのは廃墟のことを言うのか。もうちょっと遠慮しろ。ドズルさん、シドウさん、大農園はこれから作るんです。何？ここはモンゾーラ島。かつては鮮やかな緑にあふれ、たくさんのお野菜が育つ実りの島でした。でも、ババンゴ、あ、ババンゴね。ババンゴの実が現れてから、すべての土が腐り、不毛の島になったんです。あの爆発したやつか。私はこの腐った島に、かつての大農園を復活させたい。そして緑を取り戻したいんです。ならば私の島に来ぬか。あっちの島、空っぽ島で作ってくれ。あそこの奴らは誰だ？手下か。ポンペよ、この地にはわずかながら作物が育っておる。ひょっとするとこれは。でもババンゴの実もあるっすよ。そんなに近づいて平気なんすか。ああ、あー、やられた。ドルトンさん、ポンペさん、ドズルさん、シドさん、あっちです。様子を見に行きましょう。これ味方か。まあ、とりあえず行くか。ババンゴってなんかババコンガって聞こえちゃうんだけど。この島はもう終わりっす。ドルトンさん、ポンペさん、大丈夫ですか。チャコよ、どうするのだ。わずかに育っていた小麦もババンゴの実のせいでダメになったぞ。して誰だこいつらは。ずいぶん怪しい2人組だが。ドズルさんとシドウさんです。ドズルさんは自称自称っていうな、ビルダーです。ちゃんとビルダーです。ビルダー、堂々とビルダーを名乗るなんておかしい人なんすか。この世界では多分ビルダー駆逐されてるんだろうな。チャコよ、もうお主には騙されん。ビルダーというのもまやかしに違いない。行くぞポンペ。うっす、こいつらは同じとこから来たのかな。チャコよ、諦めるがよい。
やはり大脳への復活など不可能だと、不可能なのだ。なんだあのヒゲは、よく知らないが無性に腹が立つな。だがヒゲの言うことももっともだ。腐った土で農園を作るなんて無理だろ。そんなことありません。農業の天才である私と、自称でもビルダーさんがいればきっと。なんで自分のことを天才で、こっちは自称なんだよ、ほんと。お前諦めが悪いな。どうしてこんなに農園を作りたいんだ。どうしてって、大農園を作ることは私の夢だからです。夢か。俺には、夢とか希望っていうのがいまいちわからないが。お願いです、ドズルさん。ビルダーさんのお力で、私の農園作りを手伝ってもらえませんか。よかろう。わーい、やった。自称でも、自称って言うなって、もうちょっとコミュニケーション勉強しろ。ドズルさん、シドウさん、改めてよろしくお願いします。こう、物を頼む態度じゃないんだよな。さーて、そうと決まったら、大農園の始まりになる最初の畑作りです。どこにしようかな。まずは畑の場所を決めないと。どこが畑か分かるように目印のようなものがあるといいんですけれども。あ、目印ひらめいた。あ、かかしね。かかし大事。周りの健康な土を、住人たちが耕して畑にすると。畑をじゃあ作ろう。あ、畑じゃない、このかかしを作ります。 OK。で、健康な土を耕して畑にしてくれるって。どこでもいいのかな。ドズルさん、どうかしたんですか。何です、その下り顔は。え、かかしを思いついたですか、うん、なるほど。確かにかかしを立てておけば畑の場所が決まりそうですね。そんな簡単なの。そうだな、かかしを立てる場所はどこでもいいよ。あ、あそこね。オッケーオッケー。あそこが良さそうです。健康な土が少しだけあるみたいです。私、ワクワクしてきました。畑の場所が決まったら、自慢のクワで土を耕しちゃいます。かかしの素材になる紐は、岩肌のツタを、木材は近くの木をハンマーで壊せば、あ、もう作ったよ。OK。とりあえず作ればいいかな。あ、立てればいいかな。OK。できた。お、かかしかわいいな、なんか、一つ目で。うわぁ。やった、かかしを立ててくれたんですね。これで畑を作る場所が決まりました。よし、土を耕して畑にするぞ。私の耕しっぷりを見てください。耕しますよ。すげえ耕しとる。あ、じゃあとりあえずちょっとここを、私も障害物をなくしてあげようかな。畑耕すのちょっと待ってればいいですかね。いい感じに耕されてる。あ、ハート何これ。不思議な何かを手に入れた。なんだろう。畑作りってやっぱり楽しい。この嬉しい気持ち、溢れ出ちゃいそう。人を幸せにすると何個もらえるのか。ってどうしたんです、ドズルさん。満面の笑顔で腕なんか突き上げて。え、私から何か溢れ出てきて、それを拾ったですって。それって、もしかして、私のものづくりの喜びが形になったものとかですか。ドズルさんが手に入れたそれ、今はまだ何か分かりませんが、もしまた、見つけたら集めておくと役に立つかもしれませんよ。あ、ものづくりの喜びを興味を持った人からもらえるハートを落とすことがあると。集めておこう。ほら、落とせよ。喜べよ。落とせ落とせ落とせ。そんなすぐは落とさないんだな。今のうち家でも作っとくか。まだ時間かかりそうだし。あ、間違えた。間違えた。家を作るどころか。ブロックを置く。ちょっと待って。木材で作ろう、せっかくだから。土の家より木の家の方がかっこいいでしょ。これで、木材作れないのかな？材木から、あ、なにこれ？掲示板が作れる。すごい。なんか材木作れなさそうだな。じゃあ、土の家にするか。おお、すげえ、いっぱいハートが。見てください、ドズルさん。カカシの周りの土、バッチリ耕せました。これも全部、ドズルさんがカカシを作って、畑の場所を決めてくれたおかげです。さすがドズルさん。命の危険を顧みず、堂々とビルダーを名乗るだけありますね。え、どうしてビルダーを名乗ったら命が危険なのかですか。
またまた、ビルダーが目の敵にされていることぐらいドズルさんだって知ってるくせに。さあ、ひとまずこれで土は耕せました。引き続き畑作りを進めていきましょう。オッケー。どんどんこいつと一緒に畑を作っていけばいいかな。あいつに任すとくか。さあ、土を耕した後は種です。種植えこそ畑作りの醍醐味ですよ。ドズルさん、はい、これ。オッケー、キャベツ、あ、キャベツ、キャベツ作るんだ。いきなり結構難易度高そうだけど、キャベツとか。ぶっちゃけちゃ話をすると、土は誰が耕しても結果は同じです。でも、種植えはセンス的なものが問われます。だからドズルさんにお任せしたいんです。私が耕した土の上に5個のキャベツの種を植えちゃってください。ちょっと待って、センスが必要なら天才であるお前がやれ。だって私は農業初心者だよ。耕すの私がやるから。とりあえず5個こんな感じで。よし、できた。わ、畑にキャベツの種を植えられたんですね。すごくいい感じです。これならあんな調子のドルトンさんやポンペさんもやる気を出してくれるかもしれません。もうすぐお野菜が育つ環境が整いそうです。この調子で畑作りを進めていきましょう。 OK か。ドズルさんのおかげで土の準備と種植えができました。あとは水まきです。ドズルさん、あそこの小さな丘が見えますか？もう夜だよ。だいぶあそこから水が湧いています。でもあんな高いところから汲んでくるのは少し大変そうで。そこでなんです。ドズルさんのビルダーの力であそこに水場的な何かを作れませんか？水場いいっすね。なんか村作りっぽい。どうだ？おっと、おーおーおーおお、わ、すげえ。あ、これはいいわ。これは最高ですわ。はい、水場。これは早く作りたい。水場の設計図。オッケーオッケーオッケー。泥でね。え、壊すブロックって書いてあるな。これは水場の設計図。こんなものを描けちゃうなんてすごいです、ドズルさん。島で描いたやつと似てるな。あの時は神殿の修復だったが、今度は素材集めから自分でやるわけか。設計図に使う泥は辺りの地面を壊すと。あ、これ結構持ってるよ。途中でお腹が空いたらコンボを取って食べてくださいね。 OK。 お腹今 44% だから。あ、そっか、あの荷物置いてきたからまた新しくあれしないといけないのか。あ、間違えた。2段も置いちゃった。あ、間違えた。これでこうしてこうやって置いていけばいいかな。 OK。 おいしょ、こんな感じで。あと2個。 OK。 で、ここを掘るのかな。あ、違うな。泥を2つか。これで OK。 あとはあそこ壊せみたいな書いてある。あ、ここか。これを壊せばいいのか。なんかやたら、あ、水ができた。やたら泥臭いけどな、水が。 OK。もうちょい綺麗な水が良かった。まあいいや。やるじゃないか、ドズル。うまいこと水場とやらが作れたな。うわぁ。ありがとうございます。シドウ水没しちゃってるけど。シドウ完全に水没してるけど、シドウ大丈夫か？息できてるか、シドウ。まあ、こいつ破壊神だからな。ありがとうございます、ドズルさん。これで畑に水をまけます。ぶっちゃけた話、水も土と同じで、誰が撒いても結果同じです。だから私に任せてください。なんで、お前天才なんでしょ？畑作りの天才がなぜ誰でもできる仕事ばっかやるんだ？お二人は私の水のやりっぷりをゆるりと見ててください。オッケー。指導がちょっと息が出て、できてないから、心配だけど、まあいいや。さあ、これで水撒き？畑に水を撒きますね。あ、そうやって撒くんだ。水を汲んでね。あ、ちゃんと樽で組んでる。これで水をまくの、ま、見とけど。どうせ家作れとか言い出すから、家早く作りたいんだけどな。ここに家を作れとか言い出すでしょ。今のうち、あと、飯が必要だ。お待たせしました、ドズルさん。おかげで畑に水をまきました。健康な土を耕し、種を植え、そこに水をまく。それが畑作りの基本です。簡単なようですが、島には健康な土がほとんどありません。なかなかできることじゃないんですよ。腐った土は黒くてテカテカしています。
表が緑でも断面が黒いのは腐った土です。断面も茶色なのが健康な土ですから、よく見て違いを確かめてくださいね。 OK、 とりあえず畑作りは完成した。そして次はこれで畑作りは完成です。あとは種の成長を待つばかりですよ。時間とともに芽が出て、葉が大きくなって立派なキャベツが完成するはずです。キャベツが無事に育ったら、装備しているヒノキの棒を振り回して刈り取ってくださいね。ヒノキの棒でいいんだ。ドズルさん、キャベツが育つまでとっても時間がかかります。キャベツが育つまでの間は種を植えたり農園をきれいにしたりしながら待っていてくださいね。あとこれ、さっき見つけた種もお渡ししておきます。ぜひ植えてくださいね。 OK、 新しく植えろってことか。じゃあとりあえず時間がかかるって言われたから、おーすげえ、時間がかかるって言われた割には。 OK、 ちょっと待つか。順調に育ってますって。 OK、 とりあえず種を置いて、あとはなんか村をきれいにしろとか言われたけど、ここにも水をまいた方がいいのかな。ここなんか水場になりそうじゃない。そうでもないのかな。あ、なんか困ってるか。待ち遠しいですねって。待つしかないのかな。寝るみたいなことできないの。あ、でもキャベツできてるよ、ほら。これまだ収穫できないのかな。あ、できた、実ったぞって書いてある。お主がビルダーというものを、まやかし、ん、お主がビルダーというのもまやかしに違いない。大農園の復活など不可能なんだ。キャベツできたよ。今拍手してたじゃん。待ち遠しいですねって言ってるけど、キャベツゲットするまでダメか。ちょっと本をとりあえずどっか置いとこう。キャベツゲット、キャベツゲットしたよみんな。わあ素敵な、モンゾーラキャベツ、ついにお野菜を収穫できたんですね。どこからか現れるババンゴの実が、爆発すると土が腐って、長いこと まともな野菜は育たなかったんです。こんなに立派なキャベツ、私が生まれて初めて見ました。さすがはビルダーさんですね。ドヒャー、おー来た来た来た。これはすごいっす。チャコさんとあんたが作ったんすか。だとしたら本当にビルダーなど、そんなおぞましきもの我が輩は信じぬ。行くぞポンペ。みんなやっぱりビルダーにやっぱいろいろこうあれされたのかな。おいおい、なんだあいつら、ビルダーに恨みでもあるのかよ。恨みというか、ビルダーは絶望を振りまく存在、島の人たちにとっては悪そのものですから。あ、そういう感じなんだ。どういうことだろう。ちょっとまだ世界のあれが読めないけど、まあ、とりあえずキャベツゲット。ドズルさん、私はビルダーは悪だなんて思ってません。今はむしろその逆です。でも古くからの教えのせいでドルトンさんは素直になれないみたいですね。いや、だから多分魔物がそのビルダーを悪者にしようとしてるんだろうな。そこでなんです、実は私畑を作ってる間に思い出したことがあって。ドズルさん、あそこにある鐘が見えますか。あ、謎のやつね。かつて島を訪れたビルダーは、島民にものづくりの素晴らしさを示し、集めた力で鐘を鳴らしたそうです。そして人々をものづくりに目覚めさせ、自分と村そのもののものづくり力を高めたとか。あ、だからこいつらも作れるようになるってこと。ビルダーズ1ではね、主人公しか作れなかったんですが、それは熱いな。これってまさにドズルさんが拾っているというあれと関係ありそうだと思いませんか。さあ、物は試しです。今まで集めたあれを使ってビルダーの鐘を鳴らしてみてください。なるほど。早くも、あの、ハートを使う時がやってきた。ベルを鳴らす。オッケー。さあ、これでどうなるの？みんなものづくりしてーってなるのかな。ものづくりかー、ものづくりがしてー。住人たちが畑を耕すようになった。住人たちが、こいつやばい能力持ちすぎだろ。洗脳だろこれは。なになになに、新しい目覚めたよ。おお、たくさんのレシピ、あ、すげえ、たくさんのレシピ、すごい。これはこれで町づくりも、あ、収穫箱もある、あ、収納箱もある、いいっすね。壺もあるし。おいおい、なんだか知らないがすごいじゃないか。あたりに不思議な力が広がったぞ。ビルダーね、一体何をした。この力は何なのだ。体の内側から物を作る意欲が湧いてくるっす。畑を耕したくて仕方ないっすよ。思った通りでした。集めた力で鐘を鳴らすことによってみんなも、物作りに目覚めたみたいです。それに丸太の椅子に、板のテーブル、収納箱を作れるようになったんですね。うーむ、そうか、木の家具で我が輩たちが住む場所を作ってくれようというのかな。
作れるものをこんなにひらめけるなんてビルダーさんってすごいです。で、お前いつまでそんな偉そうにしてる気だ。これからは我が輩とポンペもお主たちの大農園作りに協力する。農家としてこの村で共に暮らしていく。こいつらすげえ洗脳してるな。我が輩たちは朝起きて畑を耕し夜は眠る。じっくりと時間をかけて野菜を育ててまいろう。やりましたね、ドズルさん。これでみんなで農園を作っていきますよ。こいつやばい能力しか持ってないな。オッケー。さあ、ということで、じゃあ一旦今日はここまでで終わりにしましょうか。次の話で多分この村にね、どん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 家を作ったりとか畑を作ったりっていうところを、やっていきたいと思いますので、一旦じゃあ今日は、キリオクここまでという感じですかね。畑がどんどん、あ、眠いぞって言ってる。家作ってあげないとね。といったところで、じゃあ一旦、パート3ここまでで、終わりたいと思います。またね、毎日更新やっていきますので、パート4も、ぜひ見ていただければなと思います。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。